青山高校高校舎東京都立青山高等学校は東京都渋谷区神宮前2丁目に所在する都立高等学校。略称は青高。1940年に開校した府立15中を前身とする。学校群制度導入時代に富山高校と同じ群を組実績を伸ばしてきた学校である。現在は東京都教育委員会から 新学士同中転校に指定されている。1970年代から1980年代、半ば前頃には、東京大学合格者数が30の40人前後を数えることもあった。入学者選抜の学力検査問題については、国語、数学、英語の3科目で2004年度から2013年度まで、事項作成問題を2014年度から2016年度まで、 グループ作成を2017年度から事己作成問題を導入している。南韓国公立大学合格を目指し、土曜授業、外部模試、東大特別講座、教員の指導力向上のための外部講師を利用した研修会、大学キャンパスツアーが実施されている。身体、知性、上層個性、社会性が関与すべき項目として定められている。 教育目標は、健康な体を作り、知性を高め、情操を豊かにし、個性を伸ばし、社会性を培うである。各項目は2007年度の学校経営計画で、以下のように定義されている。1946年3月30日、東京都立多摩中学校を廃止統合し、東京都立第15中学校を解消して、東京都立青山中学校が発足した。 青山という校名は、第十五中学校が、東京市赤坂区青山北町五丁目に開校した、ことに由来する。なお、設立に伴い、赤坂区青山北町四丁目に校地が移された。新生高校に移行する際も、青山の名称はそのまま用いられている。交渉は、笹の葉、雪の結晶、ペンを図案化したものである。雪の結晶は学び者。 ペンは金弁、笹の葉は強さをそれぞれ意味している。1959年に制定された。歌詞は在校生の杉本清二が作詞し、作曲は昭和20年卒業生の小杉大一郎が言った。4分の4拍子、速度は安断手。なお、歌詞、譜面及び効果の録音は青山高校ホームページにて公開されている。通称、外演祭。 青山高校最大最高の伝統行事である。西の国高祭東の外苑祭と並び称され、日本最高峰の高校文化祭と謳われ、都立高校文化祭としては、国立高校の国高祭に次ぐ来場者数を誇り、外苑祭は甲子園と評され、全国的にも非常に多くの人間の注目を浴び、単なる一高校行事とは言えない側面すらある。 外援祭の通称は1970年に決められた。理由は、青山高校らしさを表現するとともに、青山学院と混同されないというものであった。外援祭全体の運営は、外援祭委員会委員長を筆頭とする外援祭委員会総務によって、各クラスの運営は、クラス監督を筆頭とする監督団によって、取り行われる。2015年には、 二日間の会期を通して、史上最多となる8272名の来場者があった。内容は、全学年全クラスによって行われる演劇のみである。演技、演出、内装、外装、立身、衣装、音響、照明と作業量が膨大なため、外演祭の準備は新学級結成後の4月から、本番当日までの半年間かけて行われる。 大乗寺に配られる冊子の中にアンケート用紙が同封されており、このアンケートの2日間の投票結果によって、各学年各クラスの第1位第3位、外装対象、立官対象を決める。第1学年、第2学年の第1位は、学年対象、第3学年の第1位は特に、外援対象と呼ばれ、学年対象、外装対象、立官対象を揃えることを、参観という。 最終日最終講演後に再構成のみで行われる、ご野菜で結果発表が行われる、東京都立青山高等学校の人物一覧を参照。ありがとうございます。